こんにちは、山の美容専門学校73期の関寛太郎です。皆さんは男子なのにメイクをするってちょっとおかしいなって思いますか？実は山の美容専門学校にはメイクをして学校に来てる生徒さんがたくさんいるんです。今回は初心者さんに向けた簡単ナチュラルメイクを丁寧にお教えしていくので、もっとかっこよくなりたい、垢抜けたいと思う方はぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。まず最初に化粧水を塗っていきます。化粧水には肌を保湿して整える働きがあるので必ず最初に塗ってください。このようなコットンを用意していただいて、ひたひたになるまで化粧水を染み込ませてください。化粧水は顔の内側から外側に向けて肌に入れ込むように全体に塗っていきます。次に乳液を塗っていきます。乳液は肌の水分の蒸発を防ぐ働きがあります。10円玉くらいを手のひらに取っていただいて、これも化粧水同様、顔の内側から外側に向かって伸ばすように塗っていきます。次は化粧下地を塗っていきます。化粧下地は化粧持ちを良くする、綺麗な肌を長時間維持させるために使います。1円玉くらいを手に取っていただいて、両方、額、鼻先、顎の5箇所にのせて全体に伸ばしていきます。その際にまぶたや小鼻など塗り忘れてしまう箇所があるので、そういった細かいところもしっかり塗るようにしてください。次にファンデーションを塗っていきます。ファンデーションは顔のシミやそばかす、ニキビなどを隠して顔全体を均一にきれいにしてくれます。ただファンデーションのつけすぎは京都の舞妓さんのように顔が真っ白になってしまうので少量にしていきます。ファンデーションは頬から額、口周り、そして鼻と塗っていきます。このように左右の濃さが均等になるように全体的に塗ってください。そしたら次にコンシーラーを塗っていきます。コンシーラーはファンデーションで隠しきれなかったシミやニキビを部分的にカバーしてくれるアイテムです。ファンデーションを塗ってみて自分で目立つなと思うところを部分的にカバーすることで、より一層綺麗な肌を作り上げることができます。コンシーラーはこのようなブラシを使用します。でブラシに少しコンシーラーをつけていただいて、気になる部分にのせていきます。中央には触れず周りをぼかしていきます。こうすることでうまく周りと馴染んで上手にコンシーラーを溶け込ませることができます。できました。最後にベースメイクの仕上げとしてパウダーを使っていきます。パウダーは皮脂や汗のテカリを抑えて化粧崩れを防いでくれます。特に男性の方は皮脂の分泌や汗の量が多いと思うので、おすすめのアイテムとなっています。パウダーは顔のベタつきがなくなって、手で触るとサラサラするくらいまで全体につけていきます。その時にパフをこう滑らせるようにしてしまうと、下に塗っていたファンデーションやコンシーラーが落ちてしまうので、パフは軽く叩くようなイメージで全体につけていきます。小鼻につける時はこのようにパフを折っていただいて、このようにつけると非常につけやすいです。はい、これでベースメイクが完成しました。どうですか？肌のトーンが上がったりとか、ニキビが隠れたりとかしただけでもだいぶ印象が変わりますよね。次はアイメイクをしていきます。アイメイクはアイシャドウのみをしていきます。アイシャドウは目元を強調して立体感を出すために影をつけていくんですけど、今回はレディースでよく見る赤やピンクとは違ってブラウンのアイシャドウを使っていくことによって、より男性らしさを強調させていきたいと思います。今回はこのアイシャドウを使っていきたいと思います。まずこの色をブラシに少し取っていただいて、二重の上の半円状の部分のことをアイホールって言うんですけども、アイホール全体にこの色をつけていきます。次にこの色を二重幅にのせてぼかしていきます。最後にこの色を目尻と三角ゾーンにのせてぼかしていきます。この時この付属のチップを使うと、これ先が細くなっているのでとてもやりやすいです。そして三角ゾーンを描く時は、ここがくの字になるように描いていってください。そして目の下にも入れてぼかしていきます。次にノーズシャドウをしていきます。
ノーズシャドウには鼻を高く見せて小鼻を小さく見せる効果があります。今回はこのケイトの本来アイブロウで使われるコスメをノーズシャドウとして使っていきます。まずこの2色をこう混ぜていただいて、少量取ったら眉毛の下からカーブを描いて小鼻まで描いていきます。この時少し濃く入ってしまっても後でぼかすので大丈夫です。鼻先の周りにも軽く入れていきます。このようにかけたらブラシで外側に向かってぼかしていきます。次にフェイスラインにシェーディングを入れていきます。シェーディングは影を入れて顔をワンサイズ小さく見えるテクニックで、骨格を補正することによってよりナチュラルな小顔を目指すことができます。今回はこのシェーディングを使っていきます。このようなブラシを使って少しずつ影を作っていきます。少量取っていただいてフェイスラインにつけていきます。一度にたくさんつけるのではなくて、数回に分けてつけていくことをお勧めします。自分の張っている方のあらにより多くシェーディングを入れることで骨格が補正できるので、事前に写真などで自分を客観的に見て自分の骨格を把握しておくこともおすすめです。はい、メイクが終わりました。これから金子くんにヘアセットしていただきます。ヘアセットします。はい、ヘアメイク終わりました。いかがでしょうか。比較的ナチュラルにできたと思います。皆さんもよかったらこの動画を真似してぜひメンズメイクに挑戦してみてください。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。バイバーイ。